パルニ族、パルニ氏族とは、陰謀語族の出身地である中央アジアの草原の遊牧民部族である。スキタイ系統であり、ダーハ氏族の文化である。パルニ語及び、イラン系の要素が強い言語、そこに様々な要素を含む言語を話していた。スキタイや、サカやサルマアートのような遊牧国家が数世紀にわたって、ステップに存続した。遊牧国家は大草原を渡り歩き、時に、 都市国家を襲った。言語的に、パルニ語は、西部イランとパルティアの公式言語である。パルティア語とは違う東部イランの言語として知られている。パルニ族は、紀元前3世紀まではあまり知られていない。彼らが住んでいたのは、シルダリア側のあたりで、ダハヤダハで知られる、ペルシア系の部族によって占められていた。これは、アケメネス朝の崩壊によって分解したと思われる。 セレウコス朝の新しい支配者は、現在のマーザンダラーン、ウズベキスタン、トルクメニスタンにあたる地帯に支配権を及ぼすことができなかった。おそらく、パルニ族は、この時期に登場したと考えられる。初代パルティアの王アルサケスは、パルニ族の出身だったと言われている。アルメニアの歴代史はこの国を、陰謀系独語を話す部族の派生であると一般に、 考えられているエフタルと断定している。タジク人もパルニ族に関係があると考えられている。タジク人とタキトゥスゲルマニアに住んでいる人々は、分子電学の調査と R1A1 の頻度で、血縁的な関係性が証明されている。セレウコス長の王アンティオコス一世は、遊牧民体として、紀元前328年に、アレクサンドロス三世が作ったマルギアナマージナにある。 アレキサンドリアをより防衛的に再建していた。以後この街はアンティオキアと呼ばれるようになる。チャースミアン、トラオクセンイアン、ジョラサンしかしながら、紀元前245年に若き王セレーコス2世が王位を継承したばかりの時期を狙い、パルティアノサトラップであるアンドラゴラスと呼ばれるものの反乱が起こる。この混乱によってパルニ族はアルサケスの統率か アスタバニアセベインと呼ばれる区域、パルティア北部をおそらく紀元前238年に奪取。紀元前235年頃、パルニ族の王子ティリラテスはさらに南部へ進出、残りのパルティアを平らげた。セレウコス町の防衛戦争は失敗に終わり惨憺たる結果となった。ヒュルカニア地方もパルニの支配権に入った。この時からパルニはパルティアとして知られ始める。 アンティオコス三世の時、パルティア王はセレウコス朝の優位を認める。紀元前209年にアンティオコスはパルティアに戦を仕掛け、首都ヘカトンピロスを陥落させる。さらに、ヒュルカニアに向けて戦線を進め、アルサケス二世は和を求めた。ミトラダテス一世の時にパルティアはメディア、バビロニア、エラムをセレウコス朝から奪った。 パルティア帝国は224年まで続き、サーサーアン朝によってその地位を失った。パルにはもともとは様々な意味を持つペルシアの名前だった。その名の由来の一つは絹や植物や昆虫から得られる柔らかい絹のような布地である。また強い酒や鋭い剣から来たと言われる。鋭い剣という方はフェルドーシーのシャーナーアメにおいて使われている。ありがとうございます。